どうも、シャーペンです。今回は、獣神化についてですね。知っての通り、新イベとかコラボは、もう獣神化で実装なんで、さらに身近な存在になりましたね、獣神化は。ただもちろんね、まだ獣神化を果たしてないキャラクターはいっぱいいまして、まあ、中にはもう、3桁台ですね。3桁台って結構古めのキャラクターでも獣神化をしてないキャラクターいっぱいいて、かなり遅れてるキャラクターですね。まあ、その紹介をしようかなと思います。で、遅れてるだけだとちょっとね、候補多すぎるんで、獣神化遅れていて、なおかつ、なんかいろいろ可哀想なキャラクター。すごい曖昧ですけども、ちょっとこの曖昧についてくれる方だけ聞いてください。というわけで、獣神化が遅れてるし、なんかいろいろ可哀想なキャラクター。1体目、サルトビサスケ。図鑑ナンバーは670万体ですね。まあ、トップクラスの遅れ具合ですね。他はね、コルセアとかモンタナは、神化が後から実装されてるんでね、更新はあったんですけども、こっち神化も同時実装ですからね。で、まあ実装当初は、一応エデンテッセイという仕事がありまして、まあそれで見かけた人とかね、使ってる人もいたと思うんですけども、そっからだんだんと怒涛のテステイ追加があって、それに追い抜かれていって、もう影が薄くなっていきましたね。で、その状態過ごしていて、まあ獣神化来ると思っていたら、去年、情報修正入りまして、性能良かったらいいんですけども、進化は、ゲージに魔法陣。で、神化はキラーが昇格して、ツインっていう感じで。まあ悪くはないんですけども、いかんせステイが低いんですよね。まあそれためちょっとアビリティ強化しても結構厳しいですよね。いや、本当に早めに救いが欲しいキャラですね。次、徳川家康。図鑑ナンバーが800万台と、まあ、遅れ気味ですね。で、しかも同じシリーズの武田信玄は獣神化して、上杉謙信は情報修正で両方とも強キャラに変貌したんで、より一層この悲壮感漂うというか、相対的に見てもかなり悲しい状況。で、進化は枚数 L に AGB で、まあアビリティはね悪くないんですけども、それ以外の SS とか友情がちょっと、時代に取り残されてる感といいますか、神化に至ってはちょっと、さらに厳しくて、確実に置いてかれてますね。結構ね、やりようはありそうなんですけどね、枚数 L とかいいの持ってますし、一瞬ね、エルドラドラハマって、すぐ式部出てきて、やられた記憶がありますね。それもかわいそう。すぐ出番奪われるっていう。で、ジェラルド。で、図鑑ナンバーは900万台と。で、結構最近まで丸ごと取り残されていた MDT シリーズの一人ですね。やっと最近中央が獣神化して、流れは来てますけども、どうなんですかね。で、こっちもサスケと一緒で、獣神化は期待されてたんですけども、そのタイミングで、情報修正入りまして、進化にダッシュがついて、神化が友情強化されるというもので、まあ悪くないんですけどね、ちょっとまだ追いつけてないと言いますか。進化の SS はね、びっくりしますよ。処理できると思ったら、全然動かなくてね。ちょっとサッと動いて終わるんですよね。で、獣神化もね、今、11の国、結構、渡すみとか入ってきましたし、結構差別化が難しい状況いますね。というか、紹介したキャラなんですけども、まあ、置いてかんてる理由として、獣神化で強化するのが難しいってやつですね。結構、他の競合が多すぎて、どうやったら使われるんかっていうのが難しくて、結構、運営も困ってそうなんですよね、この辺のキャラクターは。なので、ほんと、この辺は、頑張ってほしいですね。というわけで、よかったらコメント欄が皆さんのこれ以外の結構かわいそうなキャラクターとかいましたら教えていただけると嬉しいです。悲しみを共有しましょう。あとついでにチャンネル登録でシェアをしていただけるとさらに嬉しいでございます。では、ご視聴ありがとうございました。さようなら。